皆様ご兼用ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、写真はスマホで撮る派なのですが、最近すごくカメラにも興味が出てきた原幸太郎です。今回は1月に出されました技術評論者のオリンパス 10EPL8 基本&応用撮影ガイドを紹介いたします。早速この本を担当した三上にお話を聞いていきます。よろしくお願いします。それでは早速、この本はどんな経緯でどんな人に向けて出された本でしょうか。はい、この本は、オリンパスさんの10シリーズの新しいやつですね。 EPL8 をご購入された方、もしくはちょっと機能が気になる方、今から購入しようと思う方に向けて出された本になっております。なので内容としては EPL8 の、基本的な操作とか撮影ポイントみたいなものが内容になっております。ありがとうございます。それではこの本を制作するにあたって苦労したところはどこですか。はい、このカメラが、女性向けに開発されたカメラで、デザインもすごく可愛らしい感じなんですね。少しなんでしょう、バッグに忍ばせておいて、いつでもこうおしゃれにスナップできるみたいな、小さくて、まあ、性能自体はすごく高性能なミラーレスカメラになっているので、僕自体がですね、まあ、そこまでこう女性の気持ちになりながら作んなきゃいけなかったところが、まあ、苦労した点であるんですけども、まあ必死にですね頑張って、被写体とかもすごいカフェとかですね、女性のポートレートとかもすごい可愛らしい作品をいっぱい載せられたかなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後にこの本のアピールポイントをお願いいたします。そうですね、先ほども言ったんですけども、かなり女性を意識したカメラになってますので、こちらもですね、こちらはその女性を意識した作りになっております。なので、自撮りモードとかあるんですけども、今回は、まあ、いろんなシリーズこの本出てるんですけども、まあ、そういったところにフォーカスして、ページを割いてみたりだとか、あとは先ほどおしゃれのカフェとか小物とか、そういった被写体も多く登場してますので、女性の方がカメラを使いやすいというか、使うときにこういいなって思うようなテクニックみたいなものがたくさん載っていると思いますので、ぜひ、本日の EPL8を購入された方はお楽しみください。ありがとうございます。こちらの技術評論者より出されたオリンパス 10EPL8 基本&応用撮影ガイドは全国の書店 Amazon にてお買い求めになります。ぜひ買って読んでみてください。以上でナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。